演武開演。本日はこちらカワハギ小判というものを食べたいと思います。さあ、カワハギを食べやすいように加工したという形ですね。では食べてみたいと思います。まずはご対面。このまま食べられるのかな。あ、いただきます。まさかと思ってたら本当に違う。このまま食べられるのかなと若干思いましたが、噛んでみるとそんなに硬くはなく、生臭さもなく、カワハギの旨味が口中にぶわっと広がってとっても美味しい干物でした。今度はもっと大きなものを食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。